喜ぶであろうえぐいもの用意しました。はい、これをミユの妹、違うびっくりした。ミユの妹をミユなんですけど、ミユの旦那にプレゼントしたいと思います。っていうドッキリをかけます。プレゼントドッキリ。ほんまはあげへん。ほんまはあげへん。でも多分めちゃめちゃ喜ぶからその反応を見せたいです。そのアホみたいに喜んでるとこ見たい。それだけ。そう。だからこちらの商品ちょっと後で見せるんですけど。はい。大ちゃん。大ちゃん、座って。あげる。何ですかこれ。え、くれんすか。うん。うん。入れてる。え、あげるんですか。うん。僕だけ？うん。僕の。あ、僕らに。僕らに。うん。まあ、でもほぼ僕やな。入れ。さあ、何でしょう。めっちゃ大きいですね。何それ。なんか英語わからんねんけど。ハサミ。ハサミ持ってきた意味。ほんまによ。いやー。え、いいですか開けて。いいよいいよ。もうお金発生してきてできるの。え、嘘やろ。開けたら、そう触ったよ。だって人のものに手を触ったよ。もう中古なのこれ。これでこれでまだいけるよ。もう気にせんな。いけ。ダブルって言うの。ダブルダブル。分からん分からん分からん。でも開けてくれ。分かって引っ張って。めっちゃ重いやんこれ。スイッチやで。いやもう前もうた前もうた2台目やで今。おおこれねめっちゃ大きいやん。なんでしょうこれは。持ち運びの充電器みたいな。トータル電気。あ、返したんやここに。そう、わからなかった。これ何で使うようやと思います。キャンプで。正解。返したいっすね。まあそうやね、そういう感じですね。いやこれはマジで嬉しいっす。え、開けてみ、どんなんか。こんな重たいですか。えぐ、まあ、外でな、充電とかできひんやろか。普通のさ、キャンプでやっぱりその電気ってないんやんか、そのコンセントとか。ないねってなったらやっぱりだから、照明いけるってことよね。あ、まあ、私たちが撮影するとか照明とか、うん、充電、パソコンの充電もできるし、うん、で、一番いいのが、冬にキャンプ行くやん。そうヒーターやん。寝袋っていうか下に電気毛布引いたら最強じゃん。よかったの。みんなよりワンランク上のキャンプができるという。そう。なんならもう実家やんこれ。これ。そうやそうや。だからいらんと言うとで、これ1台で企画できるっていう。これ1台でな、うん、いつまで過ごせるでしょうっていうのできそうやん。余裕でしょ。とまに。だってドアライヤーもできるってことやな。え、そんなにいくでしょ。だから 1000W やから分からん。そんなにいくでしょ。キャンプで確かに風呂もこれドライヤーでいくんすか。あかんのよこれ。え、これほんまにいいんですか。うん。いくらか知ってる。14万ぐらい。え、ガチ2倍。うん、それぐらいの価値やもん。だってそれ容量はいくらぐらい。1000あります。はいはい。えぐ、もうこれで重いの。だってなんか書いてるかな、ここに。それかあの赤ちゃんぐらい。ポータブル充電電気ね。うお、えぐい。え、待って、えぐい。ちょっと見てほしい。これえぐないですか。せーの、開けて。いけ。え、重た。えぐ。すげえ。すごい。ちょっと後で直す。さあ、それで何ができるか。まずこれいい。いきます。じゃあまずこれいい。充電器のワット数多分やばいんやろ。えぐいな。これポータブル電源の、線ってやつやねん、これ線、うん、結構大容量で、ライト 5W やねんけど76時間いけて、ノートパソコンは、ね、ノートパソコンも12回できて、電気毛布は13時間電気の、ほんまや、電気毛布もできるよってことは50年ぐらい使えるんですよ。スマートフォンは100回できる。えぐ、スマートフォン100回, 100回で、テレビも100台でつなげない。被災地に持ってこいよ。え、しかもバッテリーが 20% 以下である場合は AC コンセントやソーラーパネルなど電源プラグを差し込んで充電してください。で、コンセントやったら75時間。ちなみに行きます。シガーソケットでも充電できます。14時間。車で行けるとか。すごい。で、ソーラーパネルやったら別売りなんですけど17時間で行けるという。えぐない？これ普通に。これでもコンセントになるんですか？ちょっと待ってください。もう一個いいですか？はいはいはい。
これ筋トレね、筋トレにもなります。あ、よかったよ。基本的に筋トレ使って、キャンプの時に、うん、バカないよ効率鬼まで行け、それで。ならジム行く。え、でもすげえ、3つもあるし、これめっちゃ嬉しくない？これはマジで嬉しいです。これが電気なんだもんな。今まで電気がなかったけど、これがあったらもう編集もできるしっていう。これからキャンプ行くときお金取っちゃおうかな。みんなにこれを使うのにな。俺これあるからちょっと一人3000ぐらい。こっちでも電気代行かれてるからな。あ、確かに確かに。ってことはプラスオプションつくから5000ぐらいもらわんと。そうやね、ちょっともらわないな。これ結構マウントを取れるんちゃいます？いや、マウントのキャンプやね、これは。マウントキャンプ？マウキャンすか？いや、マウキャンやね、マジで。やばいやろ、ほんまに。大輝はマウキャンスルーネ、これは。ご生徒ルーネ。あ、よかったね。うん、よかったね。ありがとう、僕らそれで。じゃあもうわざわざ、ほんまに。キャンプするだけ5000もらっていいですか？ああ。いや、まあ、ごめんな、ありがとう。開封してくれて。重たかったから助かった。ゆっくり。ほんまありがとう。ルーニワンダーや。あ、ありがとう。いや、やめて、僕だから。え、違う、ほんま、そういう企画。企画、うん、ドッキリやから。そう、もあの、楽しませたいのはもう十分今。あれ、待っていいですか、ケイちゃん。だったらもう、関係ないし。だから、ほんまにもう、ありがとう。開けてくれてありがとう、わざわざ、ほんま。ありがとう、ごめんなさい。うん、見せるだけ見せたかったよ、ごめんな。あ、ほんまっすか。これだけあったら、ちょっと。うん、すぐ会社で会社また、お願いします。ほんまに、ありがとう。こっちまで使う。あ、ありがとう、車。え、もう来ないですよね。もう来られへん、もう来られへん。なんて、めっちゃこれ嬉しい。これなんて読むやろ、この人。なんて読むこれ。知ってる？ジャッキーちゃん。ジャッキー。株式会社とかが言えない。え、今度何使うの、マジで。これ充電ちゃう。これ充電。インプット？これ無線の？え、違う。知らん。え、待ってください。はい、すごい、ここの会社。何？ YouTube あります。まだ皆さん見てあげてください。いや、やば、ほんまに。これが DC 入力やって。 DC 入力、これどういうこと？アンダーゾーン入力と DC 入力。え、これ最強や、マジで。なんでもできるの、これすごいな。ほんまにこれやったらマジでエグいっすね。やばいよな。なんでもできる。しかもさ、240から1500まであって、これ機械が、うん、それの上から2番目2番目、1000やから。えぐ、鬼の元や。3日4日いけんね。いや、全然いけ。しかもこれだって車あったら充電できるから。それでさっきの充電器ついてるから、シュガー。あ、シュガーね。そういうことか。ナンバー2持ってます。いや、ほんま今度はじゃあキャンプ行くときマジでこれ見せてさ、これで見せつけてやるわ。あ、そうしましょう。ね、持って帰るな。板持って帰るわ。え、これちなみにね、この板、発電機じゃないか。発電機。ああ、いけるいける、発電機。そう、うーんって、だから結構言いません、音。え、これどうなんや、電源つけてみないと分からんのちゃう。つけてみ、つけてみたら、あれ、コンセントで。充電があってことで、ね、これでバックになったら、えぐないですか。確かに。これだって、今はつかない、意味なくない。これがだって充電器になったら、これもう今つくん。あ、これもめっちゃ USB ちょうだい。あ、今ついた。今、あ、これ静か。え、これだけ今、ここでつきました。え、充電めっちゃおるやん。もう充電されてる。47%。よっしゃ、電気代浮いた。待って、これもう目浮いてたやん。はい、やめてよ。なんで充電してみます。充電してみましょう。ありますね。iPhone の充電器でもいいし。あ、それアイコスあるから、アイコスの充電器そのまま抜いたらいいやん。そのまま抜いて、USB だけ。USB じゃなくてもコンセントで抜くやん。コンセントもこれ充電できるから。で、これでアイコスがランプつけばいいってことやろ。そう。ほんま、いいぜ。あ、ついた、余裕でついてる。ほら、うわ、うん、ついてる、充電できてる。え、音鳴らんの？え、ほんまや、鳴ってる。リグなの？すげえな。水槽より綺麗ですよ、音。あ、ぶちゃぶちゃちょっていうのに。え、めっちゃいいやん。これエグないですか。全部で一気に7個充電できる。エグいって。だから、みんなキャンプするとき充電しながらでもいけるもんな。そういうことやな。エグないですか、これも。エグい、すごい新しい、来ちゃってるって感じだよね。確かに。まあ音鳴らんっていうのがまた多いですね。ねえ、ほんまに。そんな感じで、もうありがとう、一緒に商品紹介してくれて、ほんまに。ありがとう。みんな旦那おらんでな、妹で。使われてた。ほんまに、よかった。ありがとうな。ほんまにありがとう。はい、終わりです。バイバイ。終わらんといて、また。もらいたい。